アルターマンです。3月9日の動画でご説明した通り、今後はエアガン以外の話題の動画も上げていきますが、今回はその第1弾です。第二次世界大戦時の、ドイツの戦車兵のエース、ミハイル・ビットマンと、その部下だった、バルタザール・ボル、この、2人について、アクションフィギュア、戦車のミニチュア、そして、戦士関係の書籍を使って、立体的に、紹介していきたいと思います。まずこれが、ミハイル・ビットマン。第二次世界大戦時の、ドイツ武装親衛隊、ワッフェン SS の所属で、最終の階級は親衛隊大尉でした。そして、こちらが、ビットマンの部下で、戦車砲の砲手を務めた、バルタザール・ボル、最終階級は、SS の軍曹でした。この二人はですね、有名な、タイガー戦車、まあ、以降はドイツ風にティーガーと呼ばせてもらいますが、ティーガー1型戦車、に、まあ、ビットマンと、ビットマンが戦車長ですね、それと、ボルト、それから、3人の部下とともに、最終的にはですね、敵戦車138両対戦車砲132門を撃破したエースです。まずはですね、フィギュアを見ていきましょう。12インチのフィギュアがこちらです。ちょっと暗いかな。あら。はい、失礼しました。ビットマンの方はですね、ちょっと本人には、似ていないかなと思います。ちょっとこれじゃあ眩しすぎるかな。ボルの方はまあなんとなく、似ていないこともないかなと、雰囲気は近いような気がします。で、まあ、フィギュアが着ている、制服ですが、まず、ビットマンの方は、まあ、あれか、1944年当時の、武装親衛隊の戦車兵の制服は、このボルが着ている、迷彩服、これが一般的なんですが、ビットマンはですね、この黒の、レザージャケットを着ていました。で、これについてはですね、どこかで、見た記憶があるなと思って、思い出したら、こちらでした。小林元文氏の、劇画、鋼鉄の神々、ミハイル・ビットマン戦記。これの一番最後のページにですね、ここに載っています。戦車兵用革ジャケットの上下、これも LH 団がイタリア海軍用のものを接収し、まあ、左の迷彩服とともに、LH と姉妹師団のヒトラー・ユーゲント師団の戦車兵にも支給したと、まあ資材不足だったのだと。で、これを着用したビットマンの写真は有名であると。
いうので、これはちょっと後でお見せします。で、これのですね、元となったのがこちら、パンツァーズ・イン・ノルマンディという本があって、まあ、ノルマンディで活躍した、戦車部隊の、歴史が書いてあるわけですが、この中にこの写真ですね、先ほどの小林元文氏の原画はまさに、あの劇画はまさにこれを、元にして書いたんだと思いますが、ここにも書いてあります。ノルマンディ戦でキャンパスで作られたカムフラージュを着ている例があるが、その材料はイタリアで進駐した時にお土産であると。で、その中にはその潜水艦乗員用の黒い革製の上着とズボンもあり、これは本来ドイツ海軍がイタリア海軍に供与したものだと。黒革の上下の一部には合成革製のものもあったが、大部分は本物の革製であって、この黒い革服は第一戦車軍ヌンヌンの、まあ、部隊の、戦車乗員の一部に直用されたというふうに、書いてあります、まあ、ですから、まあ、まあ元はといえばドイツ軍なのかもしれませんが、イタリア軍の、ものを接収して、それを着ているということですね。まあ、ただやっぱりドイツの戦車兵っていうのは黒い服の方がイメージがあるので、これもなかなかかっこいいと思ってます。で、ビットマンのこの首元につけている、これは柏葉付き騎士十字章です。これについてはまた後でご説明します。それから階級章なんですが、肩についてる腱章、これちょっとあんまり見慣れない形なんですよね。で、一応武装親衛隊の階級章というのは、こちらにあるんですが、まあ、将校のところここなんですが、ちょっと一致するものはないんですよ。で、これは何なんだろうなと思って、いろいろ調べてみたらですね、彼の所属していた第一 SS 装甲師団、というのがあって、その部隊はですね、特別な、階級章を使っていたんですね。まあ、第一 SS 装甲師団は、ライプスタンダルテ SS アドルフ・ヒトラーという部隊名がついてるんですが、そのですね、頭文字である LAH を組み合わせたモノグラム、これを、階級章に使っていたんですね。ちょっとこれでは見えないかもしれませんが、 LAH の組み合わせたモノグラムがこの真ん中の金色の部分です。で、これを除くと、まあ、星が一つですから、先ほどのページで言うと、これですね。はい。注意。SS 注意ということになります。で、次は、ボルの制服ですが、先ほど申し上げた迷彩服。これは、1944年に、支給されて、使っていたものです。で、先ほどお見せした写真のまさに通りですね。で、彼もですね、首に、勲章をつけてます、こちらはですね、騎士十字章です。1944年の1月にですね、まあ、戦車長であるビットマンの戦果に貢献したと。いうことで、戦車兵の奉仕としては初めてですね、騎士十字章を、授与されました。それから、腱章はこんな感じになってますね。これもちょっとこの黒い部分、黒い横の部分は、これは、
LAH のモノグラムが入っています。で、それを除くとこれは、親衛隊5丁の、階級章になりますね。はい、それでは次に、彼らが搭乗していた、乗っていた、車両を見ていきましょう。1941年にですね、独ソ戦が、開始された時に、ビットマンはですね下士官で、3号突撃砲に、乗っていました。これが、そうですね、まあ、あの部隊のマークは、違いますが、彼が乗っていたのは、この車両です。で、まあ、あの砲身が短いので、結構対戦車戦では不利なんですが、それでもですね、ビットマンは、ソ連戦車をですね6両、撃破して、2級鉄十字章をこの時に受けています。で、その後彼は負傷してですね、ドイツ本国に、送還されるんですが、その後、回復してからですね、今度は士官学校に、入学して、1942年の12月にですね、親衛隊少尉ということで、士官に任官しました。で、今度はですね、ティーガー1型戦車の戦車長を、務めることになります。で、その時にですね、彼の部下となったのが、先ほど、紹介したバルタザール・ボルが、砲手として、彼の、ビットマンの、戦車に、乗ってきたということです。で、1943年にはまた、独ソ戦、ソ連との戦いの戦場に派遣されて、7月にはですね、有名なあのクルスクの戦いにも、参加しています。そこではですね敵戦車30両それから対戦車砲を28門を撃破しています。この車両はちょっと、その時のものではありませんが、その後ですね、彼の部隊は一時イタリアに、転戦しましたが、またすぐに東部戦線独ソ戦の戦場に戻ってきました。で、そこでまた彼はですね、活躍して、先ほどご説明したような、柏葉付き、騎士十字章を、授与されるんで、しかも親衛隊の中尉に、昇進します。その時にですね彼が乗っていたのがこの S-045 車です。で、これはですね、ここにも、写真があります。で、このですね砲身に描かれている、まあ、キルマーク、敵戦車を、何台やっつけたかというマークですね、これはですね88両を撃破したというマークなんですよ。で、まあこれは結構、まあ、有名なマークで、ティーガー戦車のプラモデルなんかに、よく入ってますね。で、その後ですね、1944年の6月、アメリカ、イギリス連合軍が、ノルマンディに上陸して、ビットマンの部隊もですね、それを迎え撃つべくフランスに派遣されます。そしてですね、カーンという町の、攻防戦の時にですね、イギリス軍の、ある部隊がですね
ドイツ軍の、側面に、回り込もうとして進撃してきたんですね。で、その動きに気づいたビットマンは、自分の戦車が不調だったためにですね、この231号車、これに乗り込んで、でさらにですね、ボルはもう実は昇進して別な、戦車の、戦車長になってたんですが、ビットマンが彼を誘って、この231号車に一緒に乗り込んで、でそのイギリス軍を、迎え撃つんですよ。で、その時のですね、彼のこの2人の有名な、会話がありまして、ここですね。まあなんかのんびり、進撃してくる、イギリス軍を見て、ボルがですね、もう勝ったと思ってるなと。で、それに対してビットマンが、では教育してやるかということで、攻撃に移る。ただこれはですね、実際にはちょっと違っていて、ビットマンの発言はですね、ふん勝ったと思ってるなとボルが言ったのに対して、どうやらそれは違ってるはずだとという感じの発言だったんですね。ただですね、この、彼らは来たというパウル・カレルという人が書いた、ドイツ軍側から書いたノルマンディの、戦闘の戦史なんですが、この中にその一節が出てくるんですが、この翻訳者の松谷健二氏が、意訳したんですね。ここに、書いてあります。ふん、もう勝ったと思ってるな、ビットマンの照準集、これが法師ですけど、つぶやいた。でビットマンもうなずく、そうらしい、では教育してやるかと落ち着いて命令を出した。ということで、意訳をしたんですが、かっこよく意訳しすぎてですね、これがもう結構有名になってしまって、もうなんか、ビットマンの名言とという感じになって、戦車不安の間では、知れ渡っています。で、この、イギリス軍を迎え撃った戦いが、これも、有名なんですが、ヴィレルボカージの戦いというもので、ビットマンは最初、単独で、1台の戦車で出撃したんですが、後から味方の、戦車も合流して、攻撃を続けてます。それでですね、最終的にはイギリス軍の、対戦車砲の、撃たれてですね、この231号車は行動不動になってしまって、で、ビットマンとかボルは無事に、脱出はしています。で、ただですね、やはりイギリス軍は、全体として大損害を受けてですね、撤退してしまいまして、迂回しようとしていた作戦は失敗したということです。で、この作戦の時に、この作戦が終わった後に、報告しているビットマンの、写真があるんですが、この時にまさにこのイタリア軍から分取った革のジャケットを着ている、これがビットマンの有名な写真というやつです。でもこれはなかなかね、かっこいいんですよね。ちょっとやっぱり
このフィギュアはちょっと全然似てないなというのが分かってしまいます。はい、そして、まあこのまさにこの後ですね、ビレル・ボカージュの戦いで、戦果を上げたので、ビットマンはさらに、なんていうんですかね、昇進してさらに、勲章ももらいます。結果的にですね、ビットマンはこの戦闘で、27両の、まあ、戦車と敵戦車とそれから車両を合計して27両を撃破してですね、柏場、剣付き、騎士十字章を受領して、その後、親衛隊隊に、昇進しました。ですから、まあ一応先ほどのこのフィギュア、まだここは柏場付き騎士十字章ですし、階級章はSS、周囲のものですから、まあこれがまさに、ビレル・ボカージの、戦闘の、直後のビットマンの、姿を再現しているということになりますね。そして、さらにですね、1944年8月、フランスの、サントーという町のところで、今度はカナダ軍の、機甲師団、戦車部隊と、ビットマンの部隊が対戦しました。でビットマンはですね、カナダ軍の、戦車2両を撃破して1両を行動不能に陥れるというところまでは行ったんですが、まあその後ですね、5両のシャーマン戦車が3方向から攻撃してきたので、結果的に撃破されてしまいました。で、まあ、ビットマンの、ティーガー戦車を仕留めたのは、シャーマンファイアフライというアメリカの、まあ、シャーマン戦車にイギリスの、17ポンド砲を搭載した、戦車だと言われています。で、まあビットマンはそこで、戦死をしてしまうんですが、ボルの方は、その時はもうすでにですね、ちょっと別な戦闘で、重傷を負って入院していて、その3頭の、戦闘には加わりませんでした。で彼はそのまま、戦後まで生き残ってですね、96年の3月に、亡くなっているということです。はい、以上が、まあビットマンとその部下であったボルのお話でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ特に、ビットマンは、ドイツ戦車兵のエースとして有名で、まあ、彼のフィギュアや、まあ、登場していた戦車も、たくさん出ています。さらに、書籍も出ています。まあもし、ご関心があれば、皆さんも、手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、おまけです。先ほど、紹介し忘れていた、ミニチュアとかありましたので、ちょっと追加します。まずこれはですね、18分の1スケールのビットマンと、それから彼がビレル・ボカージの戦いで、撃破したイギリス軍の、クロムエル戦車の砲塔部分の残骸ですね。こんな感じで、ここに、ビットマンの、経歴とか戦歴とか書いてあって、もうこれは砲塔だけの、残骸になってます。まあ、こうやって、ディスプレイする、ための、ミニチュアですね。それから、先ほど紹介した、ティーガー戦車は、
72分の1ですが、さらに、それよりも小さい、144分の1のミニチュアもあります。はい、これが、先ほど紹介した231号車の、さらに、小さい144分の1の、ティーガー戦車、それからこちらが、ビットマンが最後に乗っていた、007号車、これの144分の1の、ミニチュアです。こう一応ちゃんとよく分かりませんが、ビットマンらしき人が戦車長が乗っています。それから、ビットマンが、ビレル・ボカージュで、散々、やっつけたイギリス軍の、クロムウェル戦車、それが、それの144分の1の模型がこれですね。はい、それとビットマンが、最後にやられてしまった、ビットマンのタイティーガーを、仕留めた、イギリス軍の、シャーマンファイアフライという、戦車の144分の1がの、ミニチュアがこちらです。車体は、シャーマン戦車でなんですが、このイギリス製の、17ポンド砲という、対戦車能力に優れた砲身の長い、主砲を、積んだ戦車で、さすがにこれは側面から撃たれると、ティーガー戦車も、やられてしまったということです。はい、以上が、私のビットマン、関係の、コレクションの全貌でした。